こんにちは。今回はですね、なぜ企業は就職で大卒を採用するかというお話について触れたいと思います。私も一企業の社長の端くれでございますから、採用にも携わっておりましてですね、そういったやっぱり学歴高い方というのは有利ですね。はい、私自身もそうですけど、やっぱりいい大学をお出になってらっしゃる方はやっぱりそれはプラス評価しますね。でじゃあなんでそうなのかって話ですね。実際問題、あれですよ、その勉強がどれだけできたかなんか興味ないんですよ本当はね。じゃあ なのに、なんでいい大学出たらいいのかって話なんですよ。で、先日ちょっとお聞きした話です、ですね、東大を確か二浪か何かされた方かな、かその東大を二浪もした経験をむしろ生かしてですね、卒業論文でですね、なぜ企業が東大卒を採用するかという卒業論文を発表された方が過去に見えたみたいで、なかなか面白い話だなと思って、ちょっとその内容も込みでお話しさせていただきたいと思うんですけど、じゃあなんで企業が東大卒を重宝するかというと、2点あってですね、1つが無理難題の解決能力ですね。これが1点目 でもう1点目が、要領の良さですね。この2点が、東大卒がありがたがられる理由ですね。でその卒業論文の中にも触れてたみたいですけど、東京大学に行ったことによる勉学能力の高さ、学力の高さを採用理由にしてる企業がゼロだったらしいですから、この辺重要ですね。やっぱどこの学校だって学校を卒業してから勉強できるかどうかなんか心の底からどうでもいいんですよ。あれですよ、小学4年レベルの分数計算ができないとかね、そこまでアホだったらちょっとダメですよなんですけど、せめて中学生程度の数学と国語ぐらいのことができたら、それ以上のことを会社でやることはあんまりないですから。なので、多くの会社が先ほど申し上げた2点ですね、無理難題の解決能力と要領の良さ、この2点を評価して学歴の高い大学を卒業された方を採用しているということですね。そりゃそうですよね。東大、京大、あと慶応早稲田に行かれてるような方っていうのは、若かりし日から子供の時からしたらほとんどの人にとってほぼ無理ゲーですから、でそれはその無理難題を解決したってことと、もう一つみんなと似たような同じような勉強してたらおそらくいけなかったと思いますので、そういったすごい要領の良さを求められたと思いますから、この2個をすでに解決済みってことですよね。少年期の時にそりゃ評価されますよ。でってことはこの2点を考えてたら別に東大卒じゃなくていいってことですから、でこれは私の勝手な独断ですけど、この2点を備えてて高学歴じゃない方が変なプライドない分高評価ですから、ですので、この無理難題の解決能力とですね、要領の良さをきちんと備えてることを PR できればですね、そういったいい大学をお出になってない方でもですね、ちょっと言い方悪いですよ、アホな大学を卒業されてる方とか高卒の方、中卒の方でも今申し上げた2点をきちんと PR できてたら多くの企業を採用してくれると思うんですよ。私自身もそうです。中卒でも今の2点きちんと PR できたら採用ですから。なのでその辺学歴が悪いことで腐られてる方も中にはお見えになると聞きますので、そこで変に投げやりにならずにですね、きちんとそういったことを PR できるようにですね、就職活動を頑張られてはいかがかなと思います。今日のお話はこんなところで。